お世話になっております、マサルです。今回は無線 LAN の基本について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずは無線 LAN の規格についてお話しします。その後 2.4GHz と 5GHz の特徴について勉強したら、無線 LAN 接続の流れについてお話しするので、大まかな流れを理解できるようにしておきましょう。それでは始めていきます。無線 LAN は配線が不要で端末の移動が簡単にできるので利便性が高く広く普及しています。無線 LAN の規格は IEEE802.11 によってまとめられており、現在よく利用されているのは IEEE802.11N、 IEEE802.11AC、 IEEE802.11AX です。2023年現在、徐々に IEEE802.11AX が普及しつつあります。また一般にこの規格を普及させるために IEEE802.11 という名称は分かりにくいので、現在は Wi-Fi いくつという別名が付けられています。 AX の規格が Wi-Fi6、 AC の規格が Wi-Fi5、 N の規格が Wi-Fi4 です。下に行くほど最新規格になっていて、最大転送速度も速くなっていることが分かります。また Wi-Fi6 では 2.4GHz と 5GHz両方利用することができるのも覚えておきたいポイントです。 2.4GHz と 5GHz の違いは次のスライドで説明します。無線 LAN で利用される 2.4GHz と 5GHz の周波数の特徴を覚えておきましょう。周波数は値が低くなると電波が回り込みしやすくなる特徴があります。 2.4GHz は障害物があっても回り込みによって安定した通信が期待できます。しかし 2.4GHz は様々な機器で利用されており、その他の機器の電波の影響を受けやすいという特徴があります。例えば電子レンジの電波によって 2.4GHz の無線通信がつながりにくくなることがあります。一方 5GHz は他の機器の電波の影響を受けにくく安定した通信が期待できます。しかし直進性が強く回り込みをしにくい周波数のため、障害物があると電波が届きにくくなる場合があります。最後に無線 LAN の接続の流れについて概要をお話しします。クライアントはアクセスポイントに接続して無線 LAN に接続することができるのですが、誰でも接続できてしまうとセキュリティ的によろしくないので、認証を行い接続させるのが一般的です。認証が行われる流れとして、アクセスポイントからのビーコンからスタートします。ビーコンを使って接続できるネットワークの情報をアクセスポイントが周りに通知しています。ビーコンを受信したクライアントは接続したいネットワークを指定して接続要求を行います。その後設定に基づいた認証を行い、認証で問題なければ無線 LAN に接続することができます。ちなみにビーコンで通知するネットワークの情報は設定によって制御することができます。特定のネットワークの情報をビーコンによって通知しないことができます。そのような機能をステルス機能と言います。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は無線 LAN の基本について勉強しました。無線 LAN で利用される周波数帯域 2.4GHz と 5GHz について勉強しましたが、2022年から新しい帯域 6GHz が登場しています。まだ試験には出てこないと思いますが、存在を知っておくと良いかもしれませんね。 6GHz を利用するためには新規格 Wi-Fi6E を利用する必要があります。Wi-Fi6E を利用するには Wi-Fi6E 対応のルーターを準備するだけではなく、 Wi-Fi6E 対応の通信端末も用意する必要があるのでご注意ください。 6GHz はまだまだ利用されておらず、混雑が少ないため安定した通信が期待されています。早く使ってみたいですね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。お後がよろしいようで。